会長会長、この調子なら何の問題もないな。あれ？見かけてよかったよ。それよりどうしたんだ、飛行機落とすなんてテールスらしくもない。新型のテスト中だったんだ。動力伝達系にミスがあったみたい。飛行機なら預けといたトーネードがあるだろう。えへ、今度はもっとすごいのを考えてるんだ。それもあって、ほら、わーお、カオスエメラルド。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、こいつをなんとか動力源に使えないかと思ってね。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるしさ、ミスティックラインにあるから、駅から鉄道で行けばすぐだよ。クレットね、ジェットのパワーで空を飛ぶスピードが上がるのよ。ソニックにテイルズ、ドクターエッグマン。いかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくば、さもなくば、腹ずくで奪い取るまでよ。
ー全開や。なんだ、口ほどにもない。隙あり。しまった。よし、カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれは、あの時の。基盤にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってセッションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグバンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。エッグマンめ、この怪物がどんどん変身していったら大変だぜ。エッグマンの思い通りにさせるもんか。エメラルドを渡せないようにすれば今以上の変身はできないはずだ。ソニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。空を飛べばショートカットできる場所があるはず。夢だ。こんな感じかな。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。マウンテン！
ソニック、カオスエメラルドは？一個は奪われたけど、前に取った一個は無事だ。あいつも必死だな。これでエメラルドは、エッグマンが二個、僕らが一個だ。負けていられないよ、ソニック。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。ナックルズ。何をするんだ。コンドームよ。そのエメラルドをこっちに渡してもらおう。
ため、わしの口車に乗りおって。実は、カオスエメラルド。わしも楽をしたいのでな。お前の性格利用させてもらったわい。どういうこと？もしかしてまたエッグマンに騙されたのか？うるさい。単純というか何というか。これで4個目じゃ。カオス。また変身した。カオス、なんとかしなくちゃ。見たか、サガ版の空中要塞エッグキャリア。まだまだカオスの力はこんなものではない。いずれ再び相まみえようぞ。ソニック、追いかけよう。僕の研究室が近くにあるから、グレードだぞ。ソニック、俺は他にやることがある。すまないな、ここまでだ。そうか、 OK なコース。あんなやつ俺たちだけで十分だぜ。さあ行こうソニック。ソニック、ちょっと待ってて。Thank you.
なんか懐かしい夢を見たな。ソニックのおかげで僕は変わることができたんだ。ソニック？ソニックとはぐれちゃったか。くそー、やっぱり今までのトルネードじゃダメだ。エッグキャリアに対抗するにはあの新型機を完成させないと。それにはカオスエメラルドが必要だ。カオスエメラルドを探さなきゃ。こんな感じかな。あれ僕砂漠にいたはずなのに。どういうこと？リズムブローチね。アクションボタンを押し続ければ連続尻尾攻撃ができるはずよ。行うもの、そは七つの混沌。こんにちは。ご機嫌いかが？今のは。おばあちゃんが教えてくれた言葉よ。古い言い伝えなんですって。絶対忘れちゃいけないって。こう続くの。行うもの、そは七つの混沌。混沌は力。力は心によりて力たり抑えるもの。そは混沌を滑るもの。
どういうことを言ってるのかよくわからないけど、七つのっていうのが引っかかるのよね。あのエメラルドの数と同じ。エメラルド？あなた初めてお会いするわね。お名前はなんていうの？私はチカル。いよいよこの時が来た。試作機より強度を上げてある。理論的には問題ないはず。完成はしているんだ。あとはこれを。ソニーくん、今行くよ。
エクキャリアに着陸だ。うん、しまった。どうした？点検した後は足がない。なに？わあ、近くで見るとますますとんでもないぜ。トニック、安心してないで早くエミーを探そうよ。そうだった。よし、 Here we go。 調子に乗るなよソニック。我が万能空中要塞エッグキャリアの真の姿を見せてくれる。あ、ポチッとな。すっごい、点検したよ。ねえねえ、見た今の？シュート、これじゃあの環境まで行けないぜ。意地悪。見たか聞いたかびっくりしたか。ソニック、ここまで帰宅はスカイデッキをくぐり抜けるのだ。しかし果たしてそんなことができるかな。面白い、やってろじゃねえか。カモン。この先がスカイデッキだね。なんだよ、これで終わりか？環境の方が怪しいよ。ソニック、上に行ってみよう。ソニック、ベイベス。うん、遅いわ。ここでさ、カーズエメラルドだ。うっそ、これさえあればもう用はない。ガンマよ。お呼びですか、ドクターエッグマン。奴らを蜂の巣にするんじゃ。訓練の成果を見せてみろ。アイアイサー、ドクターエッグマン。あとは任せたぞ。
のロボットさん悪い人じゃないんだよ。テイルスお願い、やめて。エミ、うん、わかった。エミがそこまで言うならきっと何か事情があるんだよね。この船どんどんゴールが落ちてる。時間がない、テイルスはエミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは？俺はエクマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。エッグマン、ソニックはどうしたんだろう。カオスも倒され、エッグキャリアも沈んだ。こうなったらステーションスクエアを破壊するのに手段は選ばぬ。ミサイル発射されたら、それ発射じゃ。やや、爆発戦。おのれどうしたことだ。エクソ、わしがじきじきに様子を見てきてくれる。大変だ。先回りして止めないとエクマンがミサイルを爆発させちゃう。あそこだ。なんとか先回りしてミサイルを処理しなくちゃ。でも、もし僕が間に合わなかったらこの街が吹っ飛んじゃう。ソニック、ソニックと出会って僕は変わることができた。でもソニックの後ろを走っているだけじゃいけない。いつか自分自身の力だけで走り出さないといけないんだ。このわしについて来られるかな。なんと、追いつきおったわ。捕まえたぞ、追っている。Yeah!
んな感じかな。エクマだ。先んじてミサイルを処理するとはやってくれたな、テイルス。この代償は高くつくぞ。大丈夫かな。お前ごとき、ひねりつぶしてくれる。怖くない、怖くないぞ。僕一人だってできるんだ。おりゃ、うお、あた。おりゃ、うお、あた。おりゃ、おりゃ。やったー。わー、やったやったやったぞ。すごいぞ。僕一人でもやれたんだ。